で腰に関して言ったらそれは、腰痛のそのところで5つ椎間板あるんですけど4つ潰れてますから自分の場合で、あと首もヘルニアがあって、やっぱり、まあ、当然長い間も本当に重たいものをずっと持ってきてるんで、まあ、それはまあ致し方ないのかなって。ただ本当にもっともっと若い頃からこの理論を知ってたら、まあ、ここまでひどいその古傷を負うことはなかったろうなってことは言えますね。で実際こんな体の状況でも、まあ、肘も3回手術してますし、こんな体の状況でもその記録を伸ばし続けたりとか、今でもまだ現役として、まあ、日本チャンピオンとしていられるっていうのは、そのもう自分の体のことをしっかりと理解してそれにのっとってトレーニングしてるからだと思います。人間の体の使い方は実はその 1タイプではなくて4タイプありますよというのが、まあ、フォースタンス理論の考え方 でその動かし方というのは実はその、もう自ずと決まってるんですね。生まれた時から決まっていて、で実は皆さん自然な動かし方をしてるんですけども、当然競技スポーツなんかであればその指導者がこうやりなさいとか、あとは自分で勉強した中でも雑誌や本とか、そういった指導書なんかを見ると、例えば、こういうふうにやりなさいみたいな形で書いてあるんで、まあ、それを当然、信じてやるわけですよね。そうすると大抵の人はですね、そこに載ってる一つの例というのは4分の1のそのタイプなんで、他のタイプの人はそれを見て真似をすることによって、作り込まれてしまうんですよね。でやっぱり当然その作り込みの現場っていうのは、小学校中学校体育の授業でももちろんあります、ね、先生が走るときはこうやって走るんだよって言ったのね、みんな全員が同じように、真面目にやって、そういった中でずっといろんなことで作り込まれてくるんで、実はそのいろんな動きがごちゃごちゃになってるっていうのが大体一般的な人の、形なんですよね。でフォースタンス理論は そうではなくて、自分の体のタイプをいかにシンプルに使って、その動作をするかで、実はその動作のパターンがその実は軸の作り方が4パターンあるというのがフォースタンス理論ですね。で軸の使い方によって体の体幹部の使い方が変わってきて、それによって末端の使い方も変わってくると。でなかなかこう言っても具体的には分かりづらいと思うんですけど、実はその作り込まれて、まあ、いない動作という、例えば何か物を持つとか、まあ、そういったものって別に、ね、こうしなさいとかってあまり言われてないような、そういう動作の時にほど実はその自分の素直な形が出てくるんですね。で例えばですね、この、ペットボトル、このペットボトルの容器を持つ動作にしても、何も考えずにパッと持った時に、例えば指先で持ってここに空間ができるような人と、あと手のひらでしっかりとホールドして持つようなタイプと分かれますし、あとはどうしても自分ちょっと小指が浮いてしまうんだよねっていうような人とか、逆にこう人差し指全然使わなくても大丈夫なんだよねっていう、なんかこんなタイプで分かれると思う。